パンローニングチャンネル相場天気予報にようこそ。トレーダーザルマークの成田博之です。この番組では気になる市場を選択して、その市場の季節性パターン、シーズンパターンについて解説していきます。今回の対象市場はこちらの2つ。ナスダック100指数、そして東証業種別株価指数から銀行業、 33業種ありますが、その中から今回は銀行業を取り上げて、そのシーズナルパターンについて解説していきたいと思います。アメリカの株式市場の季節性パターン、アノマリーに特化したトレーダーズ・アルマナックの日本語訳と、グローバルマーケットの市場間分析、成田博之の視点、 この2つのレポートをワンセットで提供しているのがこのトレーダーズ・アラマナックぜひ投資トレードの参考にしてください詳細は概要欄にリンクを貼っておきますのでご確認ください誰もが耳にしたことがある5月に売れセルイン名ですがもう5月に入ってそろそろアメリカの株式市場がここから下げてくると いうのがこれまで言われていることですがでは実際そのようになっているのかここでは NASDAQ100 指数のデータを使って見ていきます今回の NASDAQ100 のシーズナルパターンは2001年から2022年までの22年間の過去のデータをもとにこちらのチャートを作っていますセルインメイルというとこの5月ですね5月に 売れというところですが、実際のナスタック100の5月は、実は売りにならずに、まだまだ上昇しています。6月に入って一旦下げるんですが、それでもですね、上昇は続いて、なんと8月、そして9月の初めぐらいまでですね、上昇が続いてしまいます。ですので、セルイン目5月に売れは、 NASDAQ100 には適用されませんですので、ナスダック100指数に関連した銘柄もしくは ETF ですね、を保有している場合は、5月に売ってはいけないというようになります。もちろん、これは過去22年間のデータをベースにしてますので、それよりも長いデータを見れば、多少は異なるんですけども、おおむねこのような上昇傾向になっています。 アメリカの株式市場は長く長く続く上昇トレンドもちろんところどころで大きな売りに見舞われてしまってベアマーケットを当然経験しているんですけれどもそのベアマーケットのあとすぐに持ち返してきているこれがアメリカの株式市場の一つの特徴となっていますこちらのデータはナスダック100の月別の平均上昇率 先ほどのシーズンのパターンと同様データは2001年から2022年までの22年間をベースにしています1年は12ヶ月あるんですけども1月2月と始まって最後12月ですね見ていただくとこのゼロのラインより下の月2月6月9月12月12ヶ月のうちマイナスになっている月というのは ナスダック100に関ししては4ヶ月しかありませんそしてこのゼロよりも上のプラスの月ですねのが圧倒的に多くてナスダックはダウンの平均えダウン30種と比べてもですね過去22年間では非常に強いパフォーマンスを上げていますこのデータだけを見ると上昇基調にあるナスダック100ですからこのマイナスの月 2月6月9月12月この4ヶ月間の間ねどこかで買うポイントを探すことになります先ほどのデータを見てシーズンのパターンを見ていただくと上昇基調ですのでこちらの月別の平均上昇率をベースに考えると絶好の買いポイントになるのはこの9月です9月に買って強く上げる10月そして 十一月も上昇してます。十二月は若干のマイナスになりますので、九月に買った後に押されたところで再び十二月に買ってそのまま乗り切る。これがナスダック100のシーズンのパターンに準じたトレード戦略になってきます。こちらは二十二年間の過去平均の月別のデータです。そして過去十年間ですね。そして過去五年間。この三つの。えー 期間に分けて見ていくと赤が連続しているのは9月の22年間の平均はマイナス1.73%過去10年ではマイナス1.79%過去5年ではマイナス4.33ですね9月はこの3つに区分しても全てマイナスです同じく12月過去22年で見るとマイナス0.31 過去10年で見るとマイナス0.72%過去5年で見るとマイナスの1.57%となっていますですのでこの3区分してみても直近の5年でもやはり買いポイントになっているのは9月になりますそして上昇した10月11月,11月押されている12月に再び株チャンスが訪れるということになりますもちろん 2月過去22年間のデータを見ると2月も押していますし6月も押されていますただ過去10年で見ると6月はプラスの0.56%上昇下降でのパーセンテージで見ると50%ですねで過去5年で見ると2.46%上げて 実は過去5年間では80%の確率で上昇しているということで必ずしも直近での6月は下げていません。今月の5月ですけども注目してもらいたいのは過去22年間で見てもプラスの0.92%の上昇、平均上昇率、上昇の確率では59%。過去10年で見ると プラスの1.80%の平均上昇率に対して上昇確率が70%過去5年で見ると0.07%上昇確率は40%になります直近の5年間のデータで見るとこの5月はですね今までと違って若干弱いということは間違いないようですこちらのチャートは5月のシーズンのパターンですねそれと この1月から4月までの実際のナスック100の動き、シーズナーパターンと実際の動きを1枚のチャートにまとめてみました。おおむねナスック100はですね、シーズナーパターン順次の動きをしているんですけれども、よくよく見ていくと、この1月の中旬以降のこの下げている期間に実際のナスック100は上げていました。この下げてくる部分も若干下げるんですけど、高止まり。そして、 えー、シーズナルパターン通りに下げてきていた後に上昇して、えー、先月の4月ですね。4月全体で見ると、ナスサク100は横ばい。ところがシーズナルパターンは強く上昇するというのが4月です。強く上げるべき月に実際は横ばいでの推移になっていました。そして最後の月末ですね。えー、強く上げたのが、ナスサク100。 ですけどもそれで結,局的に結果的には年初来の高値を更新しています4月の最後の2日間に営業日で何とか盛り返してシーズンのパターンに追いついてきたというふうになっていますで問題の5月のシーズンのパターンですけどもこちらになります例年の5月は横ばいから5月の後半に上昇するパターンになっています 5月のチャートだけをクローズアップにシーズナーパターンだけをクローズアップにしたのがこちらのチャートになります。ずっと横ばいですね。上げて下げて上げて下げて上げて下げてそして5月18日以降後半戦に入ってから上昇していって、まあ、月末に一旦ちょっとした売りが入っています。ですのでこの5月のパターンだけで見ると いい戦略ににしているのは5月のは月日以降とううふうになりますもちろんシーズナルパターン通りにマーケットが必ず一緒に動く同じように動くわけではないですので一つのポイントになるのはこれまでの動きを確認していくと本来上がるべき時に上がらない相場横ばいの相場と同時に横ばいの相場をブレイクするようなチャンスがあれば強く上げていきます。 この5月は横ばいのこのレンジ相場をが想定されていますので、この想定さ、横ばいのレンジ相場をブレイクして、4月からの上昇が続く、もしくはこのレンジを割ってですね、下げていくようなところ、つまり4月の最安値を下回っていくようであれば、かなり強く下げる可能性があります。シーズナルパターンの活用法の一つとして、パターン通りに動かないとき、 その時は往々にしてマーケットには新たな理由で新たな相場が生まれています。新しいトレンドが発生していることがよくありますので実際はシーズナルパターンの通りに動かない時の方が大きく儲けるチャンスになっています。ここまでがナスック100のシーズナルパターンになります。次にトピックス東証の業種別株価指数から銀行業をピックしています。 2001年から2022年までの過去22年間のデータです。こちらの動きを見ると、ここがゼロラインですので、こちらがプラス、こちらがマイナス。圧倒的に銀行業はこの過去22年間のデータで見ると、難聴に推移していたという傾向にあります。ラジオ日経の番組で MC を務めていたときに、 ゲストとして、元日経新聞の編集者、前田さんをお迎えしたときに、前田さんの方から、個人投資家が最も多く、大量に持っている銘柄は何かというお話があって、その時にですね話題になったのが、解説をされていたのが、三菱 UFJ 銀行。なんと個人投資家はですね、銀行会の株,株を長期間保有しているそうです。ではこの 銀行業の株価指数のシーズナルパターンを見ていくと注意しなければならないのが5月から銀行業の指数はですね下落基調に入ってしまうということですこちらのオレンジのラインがですね実際の1月から4月末までの銀行業の指数の動きになります例年3月の中旬に強く上げる えー、期末前に上げる会議のドレッシングが入るんですけども実際は3月、えー、入ってすぐに銀行業の指数が大きく売られていますこれはアメリカの銀行破綻の影響を強く受けての動きになりますその後、えー、期末に向けて反発することなく4月に入って上昇はしているものの3月につけた高値を更新することはできていませんそして今5月に突入しシーズナルパターンで見ると 銀行業は9月の初めまで下降気味になっていますですので所々反発が入りますが流れとしては下げる過去22年間を見ても非常に難聴に過ぎしている銀行業の指数特に5月から9月の初めまでは下げる傾向が強まっていますで気になる5月のですねクローズアップ次で見ていきますけども ゴールデンウィークの明けた5月の8日以降、下降する傾向にあります。まあ、強く下げるというよりも、えー、下げてそのままの,、えー、の状態で横ばい、まあ、反発することがあまりないという動きが、この5月の一つの特徴になります。あと、やはり注目すべきは、月初は多少反発していても、ゴールデンウィーク明けてからは軟調に推移するのが銀行業の動きというふうになりますので、 ちょうどこの動画がアップされた後にですねこれを見てくると銀行業が非常に危ない状態にあることが分かりますもちろん先ほども申しましたがシーズンパターン通りにマーケットが動くとは限りません特に、えー、大きく儲けるチャンスはシーズンパターンに反した動き本来下降するべき時期に上昇するようであると想定よりも強く上げることが、えー、考えられますですので 仮に銀行業の、えー、に関連する銘柄を保有していても、このシーズナのパターンに反してあげるんであれば、かなり強い上昇が見込まれます。ということで、シーズナルパターンをですね、1、えー、つのこの先のタイミング、方向性を示す1つのツールとしても非常に見やすくて分かりやすいんですけども、実際活用するときは、そのシーズナーのパターンに反した動きのときの方が、実際は 大きく儲けるチャンスになります今回はナスダック100の指数そして、えー、トピックス業種別株価指数から銀行業についてお話をしました、えー、今回の動画が参考になったというのであればですね是非高評価ボタンそしてチャンネル登録,登録をよろしくお願いします